昨夜三島市で牛舎を焼く火事があり女性従業員2人がやけどを負ったほか牛が焼け死にました警察によりますと昨夜8時20分ごろ三島市川原ヶ谷の牛舎から火が出ました火はおよそ4時間後に消し止められ火が出た当時牛舎で作業をしていた64歳と39歳の女性従業員2人が軽いやけどを負いました 火が出た当時、牛舎には30頭余りの牛がいたということですが、相当数が焼け死んだとみられています。警察と消防で火が出た原因を調べています。